ブラックアイボリーの豆グラスに注いだ。ブラックアイボリーブラックアイボリーは、台北部のブラックアイボリーコーヒー社が生産するコーヒーブランドで、アラビカ種のコーヒー豆をゾウに食べさせ、その糞から取り出した豆を使用する。ブラックアイボリーは、レギュラーコーヒーの苦さがなく、非常に口当たりが良いと言われている。その豆は15から30時間かけて、ゾウの腹内で消化されるうちに、 一緒に食べたハーブや果物と共に、そこでマリネのように漬け込まれる。そしてタンパク質を分解するゾウの消化酵素や体内での自然発酵の影響を受け、酸で豆の苦味も取れる。また豆はゾウの腹内の様々な内容物も,も含んだ状態になっており、それが独特の香りをもたらしている。高級コーヒーの生産に、 不可欠な発酵のコントロールという点でウの体内は理想的な環境とは言えないが、タイのウから作られたコーヒーとしてブラックアイボリーにはロマンチックな魅力がある。ブラックアイボリーは 1kg あたり2000ドルと世界で最も高価なコーヒーである。ごく限られた高級ホテルでカップ1杯50ドルで口にするかウェブサイトで入手するしかない。 年あたりの平均生産量は1 5 0キロである。ブラックアイボリーの供給はコーヒーの果実のでき、象の食欲、食べる時に噛み砕かれてしまう豆の量、無事に出てきた豆を回収する象使いたちとその妻の技量に左右される。ブラックアイボリーが効果である。主な理由は商品となる豆を得るために膨大な量のコーヒーの果実が必要なためであり、 1ラムの豆を得るためには米やバナナといった通常の餌に加えて3 3ラムの豆を与える必要がある。ほとんどの豆はゾウに噛み砕かれるか、草むらに排泄されて行方不明になり無駄となる。ゾウにコーヒーの果実を食べさせることはゾウの健康を害するものではなく食べたコーヒーの果実からカフェインが吸収されることはない。 ことが様々な試験から分かっている。ブラックアイボリーは保護した像を世話する保護施設である遅延ー援軍群の黄金の三角地帯アジア像財団でブラックアイボリーコーヒー車が最初に生産した。同社の創設者であるカナダ人のブレイクディンキンは当初は蛇行猫のフンデコピル枠を生産することを考えていたが東南アジアでの需要の高まりとともに品質が低下していたことから ライオンやキリンも候補に考えたものの、東南アジアでは寒気にゾウがコーヒーを食べることがあると知り、ゾウを使うことにした。とはいえ最初の試作品はとても飲めたものではない出来で、納得する品質になるまで9年かかった。2015年に3回目の収穫が成功し、その時は1 5 0ラムの生産量があった。今では黄金の三角地帯では生産されておらず、 台北東のスリン県で生産されている。財団の約20頭の像が、ブラックアイボリーの生産に携わっている。ブラックアイボリーコーヒー社は、売り上げの8%を黄金の三角地帯アジア像財団に寄付し、像の健康管理に充てている。ブラックアイボリーコーヒー社は観光業による虐待から、像を救い出していると主張しているが、保護公園に入れたり人間と像の健全な関係を、 促進するといった他の代替案と比較して、ブラックアイボリーの生産はゾウにとって良いことなのかは、いまだに議論がある。ありがとうございます。